今日は練習がオフなんで飯作ります。帰ってきました。今から練習行きたいと思います。で、今日はどうきました、アレグリアさんのグリップソックスです。僕の弟もちょっと履いているので気になって、購入しました。では行ってきます。練習終わりました。夜ご飯食べます。雑なサラダとお味噌汁です。いただきます。今シーズンまだ試合に出場できてません。今年の目標としてはまず1試合、必ず試合に出場して勝利するということを、目標としています。明日からも24時間をしっかり有意義に使えるようにデザインしていきたいと思います。おはようございます。朝練行ってきます。
がマジでうめえんよ。